はい、ね、皆さんこんにちは、浩平でございます。ということでね、久々にやってきましたっていうか、ちょっとカメラ斜めってんだ、ごめんなさい。沼津ね、やってきましたね。今回も来ましたよ、沼津。まあ年明けに、ね、なってしまったんですけどね、今回も今回とで、沼津をね、いろいろとドライブしながら巡っていくというですね、あの恒例の、まあ、企画でございます。はい、おりますよ、ここで長泉沼津ですね。まあね、でもいつものごとき、本当にね、富士山もね、先ほど、まあね、走ってた時もね、すごく綺麗に見えましてね、本当にさすがだなという感じでございますけども、まあ、今回はですね、主に内浦エリアをですね、中心にいろいろとですね、年明けの沼津をですね、2023年明けのですね、沼津をですね、まあ、いろいろと巡って、いきましょうという感じでね、お送りしていきたいと思います。ね、まあ、沼津の様子ね、この後お届けしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。さて、今ね、トンネル部ね、トンネル部分を走行していますが、てかもうトンネル抜けたか、ごめんなさい。トンネル抜けましたけど、今回はですね、まあ、どこ行こうかなっていろいろ迷ったんですけども、まあ、せっかくね、こうやってドライブ動画っていう風にやってて、まあ、これまでね、沼津ね、何回も聖地にね、ドライブ動画出してきましたけど、せっかくなのでね、その車でしか行けないようなところ、絶対車でしか行けないようなところ、公共交通機関が、まあ、まずないだろうって思われる、ところを行こうと思って、せっかくなのでこうちょっとね、ここでぐるっと回りますけども、はい、もうこのね、回り方で多分察した方はいるんじゃないかなとも思いますが、よいしょ、もうね、こんな山奥にね、もう何向かってんだって感じなんですけども、今からですね、西伊豆スカイライン、走っていきたいと思います。ちょっとね今ね、天候若干ね、曇りっぽいんですけども、まあね、実際には走ってみないと天候はわからないということでね、上の方までもっとね、標高高いところまで行かないとね、ちょっと状況はわからないということなんで、まあ、僕も西伊豆スカイライン自体本当に2年ぶりぐらいかもしれないです。それこそ1年は絶対行ってないですよ、下手したら3年ぶりぐらいかもしれませんが、まあ、こうやってね、ドライブでね、訪れるっていうのもね、初めてなので、自分のね、手でドライブ動画でこうやって訪れるのはね、まあ、せっかくなのね、いい機会なんでね、西伊豆スカイライン行ってみましょうね。おっと、ここですね、この西伊豆スカイラインって標識多分見えたと思いますが、ここを曲がって西伊豆スカイラインですね、入っていきます。お、もっともっと標高が上がっていきますよ。なかなかすごい勾配がすごすぎて、この助手席に設置している三脚が傾いちゃいそうなぐらいすごいです。はい、どん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 、上へ登っていきますよね。でもね、もうね、この時点でね、すでにね、かなり標高高いのでね、面白いっちゃ面白いんですけどもね。だいぶ標高上がってきましたね、今の時点でね、すごいですよ。なかなか何メートル、かなり標高高いと思いますけど、なんかそれっぽいスポットがあります。スポットってか、ここ駐車場かな、確か駐車場ですけど、あ、ありましたね、ここですね、ここ都営駐車場だっけな、ちょっと覚えてないんですけど、よいしょ、あ、都営駐車場ですね、標高 800m って書いてあります。よいしょ、もうこれ見ればわかるでしょう。ね、もう目の前止めちゃいますが、これね、西伊豆スカイライン、都営駐車場、
ってことで、到着でございます。久々に来ましたよ、この都営駐車場ね。西伊豆スカイライン標高 800m ということでね、いやちょっとしか走ってない、まあ、ちょっとしか走ってないって言うと嘘ですけどね、あの大体1時間近く走ってきましたけど、まあ、天気自体は今曇りっぽいですけど、まあそんなに悪天候ではない、雨もね降ってませんしね、雨降るんじゃないかなとかちょっとビビったんですけど、そんなことはありませんでした。今ね、この動画撮ってるのは大体2時とか、まあ、3時は行ってないかなぐらいなので、ちょっとね太陽がね西の方に向かっていつつありますね。まあ、ということでね、西伊豆スカイラインね、まあね、これだけがね、魅力じゃございませんのでね、走りながらね、魅力を感じていきたいなというふうに思います。まだね、この先ね、続いてますのでね、道はね。では、ね、続き、西伊豆スカイラインのね、続き走っていきます。まだまだこっからなんでね、西伊豆スカイラインの、ね、魅力は、本当に何だろう、文字通り空を走ってるかのような、もうスカイラインというかスカイウォークというか、なんかそんな感じの道。あ、こっからこの辺からですね、この先のカーブからここら辺から本格的にね、木々がね、なくなってこう開けた感じになるのでね、もっと登るので標高 1000m ぐらい全然行きそうです。お、こことかめっちゃいいんじゃないですか。お、めっちゃもう本当に空が近い、皆さんが思ってる以上に空が近く見えます。はい、すごいっすよ。ちょっと窓少し開けますか。いやいいですよ。ここが多分ここら辺があれかな、西伊豆スカイラインの最高潮の部分かな、一番その要は道の中で一番標高が高いところ、頂の部分じゃないかな、おそらく。お、目の前に街が広がってますよ。これ方向的に修善寺かな、多分違うかな。あ、でも修善寺の盆地っぽく見えるので多分その辺でしょう。はい、お、富士山も見えますよ。いいですね。これはなかなか走りがいのある道ですよ、本当に。このカーブの先とかも見てくださいよ。多分動画で時期映ると思いますけど、これですからね、もうマジですごい走りがいのある道でございます。確かにね、ここはねバイカーとかね、そういうツーリングで来る方、まあ、あとは普通に車好きの、ね、方とかもね、一度はぜひね走ってほしいね、そんな道ですよね。うん、お、標高今これ 880m ってありましたね。さっきの部分ぐらいが、さっきのねもう本当に開けてた部分、あの辺が多分標高 1000m ぐらいだったのかな、それか950-60m とか、本当に 1000m にほぼ近いような感じの高度だったんじゃないかなと思います。はい、お、なんかこっちに行くにつれて、まあ、つまりあれですね、北上していくにつれて、ね、これ今西浦方面まで北上してますからね、北上していくにつれてなんかだんだん雲がなくなって晴れ間が見えてきてますね。さっきとかねちょっとね駐車場のあたりとかね若干ね暗かったんですけど、雲がね多かったんですけども、いいですね、本当にドライブ日和っぽい天気にだんだんなってきてますよ、これは。おお、こことかめっちゃ巡行ですよ。すごいすごいすごい。うわ、雲海じゃないですか、これ。やば。ちょっと自分で見ててもあれですけど、なかなかこれすごいっすよ。ちょっとゆっくり走りますか、この辺は。今はね、後ろ来てないので。あ、ちょっと暗くなっちゃったか。今の部分良かったっすよね。自分、本当に言うのもあれですけど、自分で言うのもあれですけど。いや綺麗、本当に綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですね。これは確かにね有名なスポットになる、なるはずですわ。まあ、もう当然ね、テレビアニメ「ラブライブサンシャイン」でもね、何度も登場した、まあ、何度もというかもうね有名な場所ですよ、登場したね、ところでございますけども、まあ、公共交通機関がもちろんないし、
ないからこそこのなかなか行きづらいっていうのでね、秘境感がある、まあ、そんなスポットになっておりますのでね、こことかもめっちゃ開けて、おおすごい雲海が見えてますよ皆さん、これすごいわ、やば。今来てないのでちょっとここら辺に一瞬ハザードたいて止めますが、後ろ来てないですね。はい、いやすごいわこれは。うん、さて写真もね撮りましたので、そろそろ出ますかね。よし、うん、後ろいないのでね、ちょっとゆっくりめに走りたいと思います。いやすごいですよこれ。うん、ちょっとめっちゃ綺麗ですよ。まあ、てかね、実際ね運転的にもねちょっとスリップ注意って書いてあるのでね、今この時期まだ大丈夫ですけどね、これもしかしたらねもっと寒くなるとね雪とかね降る可能性もありますから、本当に ガチでねスリップする恐れはありますので、こんなところでスリップしたらもう大事故のもとですから、今ねこれね景色を見るためにゆっくりめに走ってますけど、実際ね本当にゆっくり安全ね大地で走った方がまあいい場合もありますね。さてさて、ずっと山道を駆け上ってきまして、ようやくですねこの海際、内浦湾の内浦ですね、とかが見えてきました。まあ、みかんがねいっぱい取れる今西浦地区にそろそろ着きますけれども、ようやく、ようやく見えましたね、ようやく西浦の方まで来ましたよ。はい、いやー何十キロ走ったんだってぐらいね、もうめちゃくちゃ走ってますけれども、まあでもねやっぱりこの景色がね綺麗なんでね、ずっと走ってても飽きないですね。このさっきまではねすごいもう丘の上を、空の上を走ってるような感覚でしたけどね、今ねこれはもう海の目の前でございますからね、こんな感じで海の目の前、しかも富士山も、あ、さっき見えてたけどちょっと今隠れちゃってますね。はい、こんな感じですね。せっかくなんでねちょっとねついでに長崎周りでねちょっと向かいたいと思います。はい、まあ、要は長崎中学校の突き出た半島の、近くに向かいますと、上り坂になりますけども、今完全に人いないですね、っていうかなんか小学生がめっちゃいますね。うん、何だったんだろう、ここ小学校ではないはずですよね、中学校、あれ小中一貫になったんだっけ、なんかそんな話聞いたことありますけど、ちょっと分からないな。すごいな、なんかマジで、前もそうだったんですけど、長崎中学校に僕、5、6年前に行った時に、6年前だったかな、7年前だったかな、行った時も、普通に写真撮りに行っただけなのに、マジで、生徒がもう毎回お辞儀してくれて、今もね、なんかお辞儀してくれたんですよ。別に、ただ通っただけなのに。うん。マジで、すごいいい教育なさってるんだなっていうのは思いますね。果たして人はおるのかな。もうなんか乗りからの格好してる人は、ね、ちょっとせっかくなんで寄りましょうか。あのキッチンカー見たことないですね。さてちょっとねキッチンカーだったりね案内所、三ノ浦総合案内所があるのでね、そこら辺チラチラ見たいと思います。さて三ノ浦のね案内所も立ち寄りましたので、この後はですね内浦の方も軽く見て、行きたいなと思います。むしろ平日なのに、あれだ、まあまあ人いたなっていう感じでしたね。休日だったらもっと多かったんでしょうね。うん。年末年始とかもっと多かったのかな。
まあ、今もギリギリ年末年始じゃね、まあ、ギリ年始に入ってますけど、うん、本当にお休みの時とか沼津ね人多いんでしょうね。それこそ僕もそうですけど、あのね、首都圏からやっぱり程よい近さじゃないですか。近すぎず遠すぎずなので程よく来やすいので、首都圏の人はね、まあ、僕も含めてですけど、なんだかんだね来やすいんですよね、うん、たまに行くにはいい感じのいい塩梅と言いますか、そういう距離感ですよね。で、久々の内浦ですね、ここは。はい、内浦でございます。いいですね。あ、なんか駐車場になってる、ここ。ちょっとね、信号まで来ちゃいましたので、こっちまで行きますが、まあね、内浦は今ね通りましたけど、内浦は本当にサクッとでいいでしょうね。もう西スカイラインもね、紹介したぐらいなんでね、もう今回はこれぐらいで、いいでしょうということでね。まあちょっとね、富士山ね、雲で隠れちゃいがちになりましたが、まあね、ここね、内浦ね通るといつも通るこの道でございますが、まあ久々のね、今回は年始の、年始めの沼津聖地巡礼ドライブということでね、今回はもうね、車じゃないと絶対行けない西伊豆スカイラインをですね、中心ご紹介させていただきましたね。ぜひね、まあもちろんね、車があれば行きますので、ね、レンタカーだろうが何だろうが全然行けますので、ね、ぜひね、道中お気をつけて、もう何回も言いますが、沼津は本当に車で行くのがちょうどいいぐらいの距離感でございます。はい、今日もね、首都圏からね、なんかね、ラブライブオタクの方がね、それなりに来てたっぽいですのでね、ぜひぜひ皆さんも訪れてみてください。もしね、このね、ドライブ動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価やチャンネル登録などお願いいたします。またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、公平でございました。最後ね、ちょっと淡島だけ通過してね、ちょっとこの動画締めたいと思います。はい、ということでね、淡島、ね、こんな感じですね。まあ、平日なんでそんなに人いないかな。はい、まあ、こんな感じでございました。以上、小平でございました。お疲れ様でした。バイバーイ。